頼んでね。ああ、わかった。クオンのことだ。もうよろしいですかな。では、我々の同盟を祝って。いかがですかな、お味の方。正直、苦さで酒のは…ねえ、そうですな。なかなか…よろしければ、もう一本。これは先ほどと同じものか。ここは、クオンを信じるほかないか。さあ、時房様もどうぞ一本。いや、私にはその、政務が…こんなめでたい席なのに固いこと言っちゃダメかな。しかしですな。やっぱり私みたいに綺麗じゃない女の子にお酌をしてほしくないんだ。いや、そんなことはありませんぞ。あなたほどの美人は。それなら。いや、しかしですな。やっぱりお世辞なんだ。そうではなくて。あからさまに嘘泣きだな。では、とりあえず行こう。ん？あれは？おっとっと。ああ、こぼれちゃった。まあ、お強いんですね。なんの。これでも若い頃は酒豪と歌われておりましてな。どうかしたのかな。ちょっと飲みすぎましたかな。様子が変わってきたな。時房殿は顔色が優れない。いやまだ顔に赤みを差して。ではもう。んいかがされました。いや、かたじけない。失礼しますよ。ごめんね。やはりあの酒に何か仕込む。うん、私たちに出されたお酒に眠り。それでお酒に気付け薬を落としておいたのだ。なるほど、あの苦い薬を飲まされたのはそういうわけか。狙いは姫殿下とおしとりさんですね。何？それは一体。簡単なことだ。その片方でも欠ければ閻魔神は掲げた旗の意味を失う。そうなればもはや抵抗することも難しかっただろう。クオンの起点に助けら。あの状況では眠りむすりに気づいたからといってこの酒を飲まないわけにはいかない。どちらにしても助かりました。しかし自分の仕掛けた罠にはまるとは。なんともいっそこの場で息の根を止めておく。いや、ここで時房を殺せば暗殺という形。そうなれば我らの政党では仕方がありませんね。当初の目的通り金印だけいただいておきましょう。どうやら本物のようですね。宴席にまで金印を持ち歩くとか逆に不用心じゃないのか。きっと心配性なのか他人を信用していない。信じることをやめたら誰もついてこないと思うが。だからこその金印なのでしょう。信じていなくとも強引に従わせるための。さて、あとはここから逃げ出さないとね。警備は厳重だったみたいだけれども。まずは城を脱出することだ。そして国境にまで逃れ何としても味方と合流する。しかし数を頼みについにさすがに気づかれずに逃げ出す。なら気づかれた上で逃げればいいだけのことでは。おう、僕に一計があるのですが。そろそろか。時房を縛り上げてからそう時間は経っていないが。
あまり悠長に待ってはいられん。クオン。うん、では。こんなものでしょうか。十分だ。行くぞ。よし。この機に乗じて脱出する。続け。あとは元宝殿がこちらの糸を組んでくれるかどうか。どうする、オシトル。このままでは振り切れそうにないぞ。いっそ馬を捨てて森に入る。そうすれば多少。いや、このまま行く。しかし、このままでは。あと少し、すべてあの丘を越えれば。来たか。変身せよ。ここで追っ手を迎え撃つ。行くぞ。おさかしい死に損ないどもが、おとなしく騙されておればよいものを。くそ、悪運の強い奴らめ、どこから呼び寄せた。思ったより対応が早いではないか。時房様、これ以上の深追いは危険です。ねえ、一体引け。このままでは終わらん。待っている、押しとる。体勢を立て直し、すぐに貴様を追い詰めてやる。どうやら、とはいえ時房が付き合う。これも想定のうち、あまり好ましい想定でないのは確かだが。しかしキング、よくぞ迎えに来てくれた。城を見渡せる位置に見張りの兵を配置しておいたのです。それでも夜だったのが幸いでした。昼では気づかなかったでしょうから、遠くからでも派手な光や爆発音が確認できましたからね。欲を言えば国境を越えて救援の兵を差し向けられ。仕方があるまい。何の警告もなくこちらの兵が国境へ。しかし時房も不利と見るが、即座に退却するとはな。将としては有意なのかもしれん。まあ難しい話はいいではありませんか。とりあえず結果として金融。そうだな、ここに長居する理由もない。一旦里へ戻ってこれからの策を考えよう。ほう、まさか本当に持ってくるとはな。大胆なことをする。半ば成り行き任せではありましたが、結果が良ければ上々です。これで姉上が家督を継ぐ条件は揃いました。仕方がねえな。しかし同盟を餌に獲物を釣り上げる腹積もりだったか。まあ時房のやつが考えそうな手だな。まんまとはめられてしまう。何年経っても少年の方はまるで変わってないらしい。もしかして父上が追放された時も。さてな、今となってはどうでもいいことだ。まああいつのことだから自分の都合のいいように話したんだろう。俺がしくじって責任取らされたってな。違うのですか。まあ大筋じゃ間違ってねえけどな。要はまんまと罠にかかっちまったのさ。罠って、父上。あの任務はこれといって問題の起こるようなもんじゃなかったけど、その日に限って妙に事故が続いてな。落石、出火、果ては賊まで湧いた。それでもなんとか荷を城まで持ち帰って一晩休んで、さてこれから時房が大事な遺物が壊れてるって言い出したの。確かにあの道中ならどこかで壊れていても不思議はなかったがな。そういえば時房も言ってましたね。
原因は不明だったと。いや、そいつはありえねえ。なぜなら俺が運んでいた荷は偽物だったからだ。万一のことを考えて別のやつに運ばせていた。城に持ち込んだ時には傷がなかったのも俺自身が確認している。つまり献上品は城に運び込んでから壊されたと。あの男、そこまで卑劣な真似を。なぜそれを帝に言わなかったのですか。その事実を主張していれば金を貶めることも。そうかもしれねえな。だが俺は思っちまった。この程度のことで追われるような地位なんて何の意味もねえんじゃねえかってな。そんなことは。だがな、ノスリ、この程度の足の引っ張り合いはどこにでもある。それこそ身内の中にすらな。どいつもこいつもてめえの利益のために平気で人を騙す。長になるってのはこういうしがらみや権謀術数の中に身を置くことだ。さて、昔話はこれでしまいだ。で、どうする。そいつをいただいちまった以上向こうもこのまま放っちゃくれんだろ。とりあえず家督を継いだという書状にその金印をしてばらまけば、そうすればあっちもおいそれと手が出せなくなるな。書状の文面なら僕が考えますから。姉上は何も心配することはありません。いや、これは正常にお返しする。姉上、金印を姫殿下にお返しするって、あんなにも欲しがってたじゃないか。私が欲しいのは金印ではない。何、それも余力というかただの手段だ。何、じゃあ家督か、それとも。私が欲しいのは金印ではない。何、じゃあ家督か、それとも。それも余力というかただの手段だ。私は父上以上の長になりたいのだ。何、時房、父上を陥れたという卑劣か。あいつがこんなものを御所を大事に抱え込んでいるのを見て、こんなものに大した価値などない。こんなものって、あのな、帝から賜った金印だぞ。一応帝の金印に価値なしですか。まあ確かに所詮は金でできているというだけの印象にすぎます。そう、そうなのだ。所詮は印象。結局過去の権威にすがって威張っている。確かに金印を使えば士族の皆は私に従が、つまりそれは金印の持ち主であれば誰でも構わないということだ。私は父上のように威風堂々とした長が良い。金印がなくとも長だと言ってもらえるような。しかし俺は途中で引きずり下ろされたな。だから父上以上の長になるのだ。私は引きずり下ろされないぞ。そのような企みには負けたりしない。そうした卑劣な輩は許さない。それだけは父上とは違う。それでこそ姉上。オーギー、やはりこいつはアホすぎてお前でもままならんようだな。とんでもない。僕ごときが姉上を拒するなど。しかしそれこそ王者の資質よ。聞くべき意見に耳を傾けるのは当然だが。父上、おしとる殿、どうやらあんたがこのアホを預かってくれたことには意味があったようだ。これからも我が娘、いや我ら一族の長をどうかよろしく頼む。それは我ら一同からもお願いしたい。ノスリは我らにとっても欠くことができぬ存在なのだ。今宵はいい酒が飲めそうだ。どうしたというのでこのざまは。まさかここまで手間取る羽目になろうとは。あの時オシトルの身柄を手にしていれば大和勝利の立役者となり、その後の権益も思うがままだったものを。あのいけすかぬ雷光を拝み倒し